岩渕真奈さんの出身小学校。1993年3月18日生まれ、東京都武蔵野市出身の岩渕真奈さん。出身小学校は、市立の共学校、武蔵野東小学校です。家族構成は、両親、2歳年上のお兄さん、岩渕真奈さんの4人家族。お兄さんの岩渕亮太さんも、松本山雅 FC などに所属したサッカー選手です。岩渕さんがサッカーを始めたきっかけは、お兄さんの練習を見学したこと。地元のサッカークラブに所属していたお兄さんの練習を見学していた時に、監督から一緒にサッカーやってみない?と誘われたことがきっかけで、小学2年生からサッカーを始めています。お母さんは女の子だからという理由で、サッカーをやることには反対でした。しかし、岩渕さんがどうしてもやりたいと頼み込み、お母さんを説得したそうです。ちなみに、岩渕さんのご両親は、ピアノやクラシックバレエを習わせたかったとのことです。岩渕真奈さんの出身中学校。岩渕真奈さんの出身中学校は、地元の公立校の武蔵野市立第6中学校です。岩渕さんは中学校入学と同時に、日テレベレーザの下部組織であるメニーナに入団しています。メニーナは中学1年生から高校3年生までの幅広い年代で構成されたチームで、対戦相手が大学生だったこともあったそうです。負けず嫌いだった岩渕真奈さん。小学生の頃は自身が一番うまいと思っていたそうですが、メニーナに入ってからは練習についていくことに必死だったそうです。がむしゃらに頑張った結果、中学2年生の時には日テレベレーザに昇格。中学生にして、なでしこリーグにデビューを果たしています。そして、中学3年生の時には、チームの主力選手となり、なでしこリーグの新人賞を受賞しています。岩渕真奈さんの出身高校。岩渕真奈さんの出身高校は、東京都立小平西高校です。小平西高校は、偏差値46の学校です。この高校は1977年開校の都立高校で部活動が盛んなことで知られています。高校時代も日テレベレーザに在籍してサッカーに励んでいた岩渕真奈さん。高校2年生の時にはなでしこジャパンに初招集されています。高校時代はすでに国内外で活躍していたことからサッカー一色の高校生活でした。岩渕真奈さんの出身大学。高校卒業後、岩渕真奈さんは駒沢女子大学人文学部国際文化学科に進学しています。駒沢女子大学人文学部国際文化学科は偏差値38の学校です。大学時代は、日テレベレーザに所属して、なでしこリーグで活躍していた、岩渕真奈さん。大学1年生だった2011年には、女子ワールドカップドイツ大会で、史上最年少の18歳でメンバー入りしています。大会では、決勝のアメリカ戦で途中出場して、なでしこジャパンの初優勝に貢献しています。また、大学2年生だった2012年11月に岩渕さんはドイツの女子ブンデスリーガ TSG1899 ホッヘンハイムに移籍しています。その際には大学を休学しています。なお帰国後に復学や大学卒業の報告などもないことから大学は中退した可能性が高いようです。岩渕真奈さんの学歴と出身校の偏差値をご紹介しました。女子サッカー選手としては、中学時代から注目を集めていた岩渕真奈さん。順調に成長して、世界的なプレイヤーになっていますね。今後の岩渕真奈さんの、ますますのご活躍を期待しています。